メーコンは、アメリカ海軍の従巡洋艦、ボルチモア級従巡洋艦の11番艦。艦名は、ジョージア州、メーコンにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。メーコンは1943年6月14日に、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港し、1944年10月15日に、チャールズ海ボーデン・メーコン市長夫人によって浸水する。 1945年8月26日にフィラデルフィアでエドワード・イーパレ艦長の指揮下収益した。メーコンは成長公開後間もなく第8艦隊へ配属され、1946年4月19日にノーフォークを出港、カリブ海での艦隊演習を行う。5月7日にニューヨークに戻り、6月4日にノーフォークに到着、運用開発部隊の試験船の任務に就く。 続く4年間にわたって、メーコンは定期的にフィラデルフィア海軍造船所で試験機材の装着が行われた。新型機材の試験船としての任務の一方、対空砲撃訓練艦として、予備役兵を大西洋及びアメリカ合衆国沿岸の湾で訓練した。1948年の夏には海軍士官学校生を上官させ訓練巡行に赴く。 メーコンは1950年4月12日にフィラデルフィアで予備役となるまで実験任務を継続した朝鮮戦争が勃発し1950年6月にメーコンは最終駅が命じられる1950年10月16日にフィラデルフィアで最終駅し回復訓練の後大西洋の第6巡洋艦隊機関となる 1959年の終わりまでにメーコンは6回の海軍兵学校生の訓練巡行を夏に行い、秋から冬にかけては第6艦隊の一部として活動した。1956年のスエズドーランジには地中海東部の偵察巡行を行い、1957年6月12日にはジェームズタウン設立350周年記念の観館式に参加した。 1957年9月には、北海と北極海で行われた、NATO の演習、ストライクバックに参加した。これらの任務に加え、メーコンは試験機材の装着が続けられた。1956年1月から3月にかけて、ミサイル発射装置が装備され、大西洋艦隊の巡洋艦として5月8日に、初めて、レギュラースミサイルをノースカロライナ州沖で発射し、 その後も大西洋艦隊での任務終了まで、ミサイル発射試験を継続した。1959年1月19日から20日に、かけての夜に、カルタヘナからマルセイユへの巡航途中、メーコンは、海上で火災を発生したイタリア商船、マリア・アマタの救助に向かう。メーコンの乗員は消火作業を行ったが、船は間もなく沈没した。その後、メーコンは、商船の乗組員を、 スペインのバレンシアへ輸送した。メーコンはノーホークを出港し、1月の残りを海軍の楽団を乗せて南米の港への親善訪問を行う。この巡航途中、バンドのメンバー6名がジュセリーの首チェックブラジル大統領の公式版3回で演奏を行うため飛行機で向かったが墜落事故で全員死亡した。2月28日にブエノスアイレス港で アルゼンチン海軍も参列して追悼式典が行われた。巡航は3月10日にリオデジャネイロで終了し、メーコンはボストンに帰還し、大西洋艦隊での任務を再開する。メーコンは1961年3月10日にフィラデルフィアで予備役となる。1969年11月1日に除籍され、1973年にスクラップとして廃棄された。 ありがとうございます。